こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、第14回ではアファメーションについてお話ししました。これは言葉を活用して自分の方向性や決意を固める方法でしたね。第16回ではアファメーションが潜在意識への号令になることも学びましたね。このように言葉の力はとても強い効果があります。だからこそネガティブな影響もあるのですよ。今日はそのことについて少し掘り下げてみましょう。ということで、今日のテーマは潜在意識をがっかりさせる言葉とはです。あなたは普段どんな言葉を使っていますか？年代によっても言葉の使い方が変わりますし、環境によっても変わりますよね。上品で丁寧な言葉を使っているか、乱暴で下品な言葉を使っているかとか、それからポジティブな言葉を使っているか、ネガティブな言葉を使っているかとかです。普段は全然気にしないくらい言葉の力は軽んじられていますが、本当は潜在意識が言葉を選び、その言葉で潜在意識が左右されているのです。ですからとても重要なんですよ。例えばあなたが高級品を買いたくて高級なお店に入った時、丁寧な応対を受ければ多少高い商品でも買う気になりますよね。だからこそ高級店はとても丁寧なのです。反対に、高級店なのに存在な言葉を使われたら、同じ商品でも買いたくなりませんよね。つまり、高級品を買うあなたの意図と、お店の態度がマッチしないということです。この場合、高級品を買いに来たあなたが潜在意識のあなたで、高級店の店員が顕在意識です。潜在意識は高級なものを求めているのに、顕在意識のあなたが存在な言葉を使っていれば、潜在意識はがっかりしてしまい、希望が持てません。つまり、エネルギーを出す気がしないのです。逆に、安いものを買いに来たのに、丁寧な対応をされたら、少し頑張って高いものを買う気になりませんか？こんな風に、言葉は潜在意識を動かす力になります。ですから、仕事で成功したい人は、今から成功者のような力強い言葉を使う方がいいですし、お金持ちになりたい人は、今からお金持ちのような優雅な言葉を使う方がいいですね。良くない例としては、例えば、自分はもっと大切にされたいと思っている人が、どうせ私なんかと口癖のように言っていたりしますよね。それでは、潜在意識もどうせ大切にされないんだと思い、希望が持てません。お金持ちになりたいと思っているのに、欲しいものの値段を見て、ああ、お金がないな。とぶつぶつ言うのは間違っていますよね。ほとんどの場合、それはお金がないのではなくて、これにこんなにお金を出したくないということではないでしょうか。ですから、お金がないと言わずに、私はこれにこんなにお金をかけるつもりはないと言った方がいいでしょう。新しい仕事を言われた時に、やる前から、え？できません。というのもやめましょう。潜在意識は、できないという暗示にかかり、能力が伸びません。つまり普段何気なくつぶやいている言葉が潜在意識に暗示をかけ、あなたがなりたい状態とは違う方向に自分を引っ張っていることに気づきましょう。そんな言葉を言っていないか、まずは自分の言葉に意識を向けてみましょうね。